生まれました。2946g。無事に第二子女の子で月が生まれました。ちょっと目開けてる。安産でした。嬉しいね、外出れてね。はい、本当に可愛いね。自分でがしっかり出てきたんだよね、くるくる回りながらね。そう、ほら。目開けようと必死です。うん、ありがとう、生まれてきてくれてありがとね。ね、パパとお姉ちゃんにも帰ったら会おうね。まずはママと新生活頑張りましょう。はい、じゃあね。皆さんこんばんは、水野ゆうかです。もう今病院なんですけど、先日無事に赤ちゃんを出産できました。応援いつもありがとうございます。昨日出産をして、今2日目なんですけど、無事に出産できてよかったです。実はね、今日から赤ちゃんも一緒に母子同室になっていて、とっても可愛いです。体重は 2966g と、37週と4日目で出産しました。で、ちょっと1個前の動画でお伝えした通り、私の希望である和通の計画出産で出産することができました。1人目のチビリの時は普通分娩だったので、普通分娩と和通分娩こんなに違うんだなっていうのをかなり経験できたというか、体感できたというか、本当にびっくりすることがいっぱいで、リクエストがあればその違いを動画にしたいかなとちょっと思ってます。で、産後の今は私も赤ちゃんも良好なので、本当にね、これから退院して4人の生活になるのが楽しみです。チビリンはね、ちょっとね、ママママママってなってるみたいで、帰ったらいっぱい抱きしめてあげたいなとは思っています。あと4日は次女とね、付きっきりで過ごせるので、約5年前ぐらいの新生児生活もちょっと忘れてるので、かなり思い出さなきゃいけないなと思いつつ、ちょっと体調もね、回復するように頑張ります。では今日はご報告でした。いつも応援してくださってありがとうございます。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。